って国会の総理大臣まで落選して与党の議員が4人になっちゃったなんていうことがありました。そこからどうやって回復をしていったかというのイギリスの例、カナダの例、ドイツの例、オランダの例、いろんなケースを勉強してみました。2つ共通点がありました。それぞれ国情が違いますから違いもありましたけど、2つ必ず共通しているところ、一旦政権に落ちた党がまた政権を奪い返したのに2つ共通したところ、1つは振り子は返ってこないということです。一旦向こうに行った振り子、今ここで挨拶した先輩方も含めて、いやそのうち戻ってくるだろうと思ってじっと待ってる人がいますが、戻ってきません。絶対戻ってこないです。振り子の行った先回りをして、その先で新しい政策を打ち出した時に初めて政権を取り返せるんです。これが一つ。そして二つ目、政権を奪還するときには必ず党首が思いっきり若返っております。やっぱり河野太郎じゃないとダメなんです。これから自民党まだまだ乗り越えていかなきゃいけない壁がたくさんあると思いますけれども、河野太郎を先頭に我々